昨日午後1時半ごろ糸魚川市徳愛の自宅前で除雪をしていた60代男性がイノシシに左ふくらはぎを噛まれけがをしましたそのおよそ2時間後徳愛の現場から8キロほど離れた糸魚川市能の県道で歩行中の60代女性がイノシシと衝突女性は転倒して頭を打つなどのけがをしましたさらにそのわずか5分後 100メートルほど離れた県道で、40代女性がイノシシとぶつかり、左手首に怪我をしました。3人は病院に運ばれましたが、いずれも軽傷です。女性2人を襲ったイノシシは同一とみられています。糸魚川市によりますと、市内では今月、イノシシの目撃情報が12件あり、警察とともに注意を呼びかけています。